今日もねゆかりいろさんとお届けしますっていうか、あの番組変わったんでゆかりいろさんがスポンサーになってゆかりいろのゆかりいろお姉たんのゆかりいろお姉たんのクールジャパン、クールジャパン沖縄になりました、なりました。はい、残り1分です。まただこれまた入ってる、これおい、ヘッドホン入ってない。ミキサーから音入ってたので、放送のやつ入ってますね。よし、あれ早くしてくれないと俺聞こえません。最初の一瞬だけ俺が喋ってキュー入れますから、すぐキュー入れるから、うん、うん、はい。そういうわけで、毎週金曜日、午後8時ゴールデン曜日のゴールデンタイム、お待たせいたしました、先週からね、番組乗っ取られてアシスタントになってしまったアニマ兄貴でございます、そういうわけで、今日から番組はどうぞ。ゆかりいろお姉さんと全部、うん、ゆかりいろお姉さんとアニマ兄貴のクールジャパン沖縄、イエーイ。ジングルとか入んないんだよこの番組音楽を入れないっていうね、マシンガントークだけで、ね、ガンガンいくっていうね、恐ろしい番組ですからねこの番組ですね。はい、そういうわけで番組の紹介の方もよろしくお願いします。はい、この番組は宜野湾市、そして沖縄県が日本一のクールジャパン都市にしてしまおうというアニマ兄貴ゆかりいろお姉さんの野望を実現するためのトーンでもなく真面目に遊ぶ番組です。また男女共同企画や子供の未来についても皆さんと一緒に考え、一緒に語りたいとも思ってます。続きも、いや、あのね、あのゆかりいろさん、はい、あのね、マイクの正面で喋ってほしいんだわ。分かった、ここで喋ればいい。そんな感じだね、これやればいいんだね、うんうん、そういうことです、はい、で、はい、ありがとうございます、アニマ兄貴さんのこと神のアニマ兄貴こと金沢智也は今年53歳現役コスプレイヤー。詳しくはツイッターでアニマ兄貴を検索してみてください。なおこの番組ではメッセージを募集しています。その前にあれだね、はい、あのじゃあゆかりろうさんのあれだよね、はい、ゆかりろうさん14歳ゆかりろうさん14歳で、はい、ゆかりろうめんめんバンドのメインボーカルであり、はい、バンマス、バンドリーダー、はい、はい、そうです。やってますよね。はい、なんか来週なんかそれのなんか練習とかが忙しくて、俺となんか会ってくれないっていう、すごい冷たいこと言われて落ち込んでます。はい、そういうわけで続きをどうぞ。はい、なおこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、797@fmginowan.com です。間違いないように797@fmginowan.com。なおこの番組はFM ギノワンホームページからユーストリームツイキャスでも視聴が可能です。そちらでは音声だけでなく画面もお楽しみいただけますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまず1曲目じゃないね、はい、はい、そこでね、まあ他にもね、ギノワン、FM ギノワンのホームページの方からサイマルラジオっていうのでもねお楽しみいただけます。サイマルラジオの方でね、聞いていただければ、CM だとかそれから途中に入る曲なんかもね、お楽しみいただけますので、どうぞ、見てやってください。そちらの方でも聞いてあげてください。で、まあメッセージをねくれる場合ね、メールでもいいんですけれども、メールだとね次の週になってしまうんですね、この番組の場合で。30分番組に短いんで、ですからよければね、ツイートキャスティングね、ツイキャスの方から、メッセージいただけるとね、いろいろ、早く反応できますので、リアクションできますので、よろしくお願いいたします。そういうわけでね、ちょっとね、俺の方にもちょっとね、DM 今日ツイッターでもらったんですけど、はい、今日の人は髪の毛の色が違うから別人なんじゃないですかっていう問い合わせがあったんですよね。いきなり髪の毛が紅葉しました。
逆じゃない。もみじだったら黄色くなるよ、紅葉で。枯れちゃったんから。枯れちゃった。枯れたら黒くならないでしょ。腐食？腐敗。違うと思うな。あとそれからあの、はい、これねさっきねわざとねあの打ち合わせの時に言わなかったんですけどね、はい、あの約1人ね今ねちょっとねコメントくれてるやつが約2名ほどいるけどね、はい、このうちの1人がねあの髪の毛の色を変えた理由を教えてくださいっていう。なるほどね、髪の毛の色を変えた理由ですか。実はね先週はね、はい、あれ金髪って言えばいいの。そうですね、うん、ブロンドだったんですけど、はい、今日はね、ぐっと落ち着いた明るいブラウンです。はい、ぐっと落ち着いた明るいブラウン。うん、別に理由は言っちゃまずいこと、やっぱり。いや、それがね、うん、理由が特にないので、うん、特になさすぎてどうなんだろうっていうネタ的にどうなんだろうっていう。そう、はい、ネタ的にじゃあこのネタを振ったらちょっとまずかったね。特に理由は何もないです、うん、そういうわけでね、今日もね私アニマ兄貴53歳と、それからゆかりろうさん14歳はい、で2人でお届けいたします。そういうわけでね今日の1曲目をお届けいたします。水木奈々それと、TM レボリューションでテレビアニメ革命期バルブレイブオープニングテーマの革命デュアリーズ。大丈夫ですか。なんか今日テンションが先週より低いような。低くないですね。こんな持ってやる気ないから本当は。この後焼き鳥も待ってるんで。このあれだもん。だってこの曲の紹介は俺の場合今までうまく喋ったのに曲の紹介でなんかいつ噛むのかっていうこれが売りだからで実は噛まずにゆっくり喋ってるっていう曲名を。ああ、なるほどね。うん、例えばこの喋り方では爆音のエンディングテーマで使われている文房音ライブ音ですって言えばいいんだよ。それで聞こえないから、爆音っていうアニメのエンディングのボンボンライド音って曲始まる。かわいい、かわいい。スマートでねこれ読もうね。ツイキャスのねあのツイキャスで見てる人たちはねどんどんねあのメッセージください。うん、いやだから最近ね俺はねあのツイキャスでね俺 の, あの個人的な配信を見てる人はねあの分かってるだろうけどね俺がねしょっちゅう最近ねクッソ美人だよねってね褒めてるのゆかりさんのことだからね、うん、そうなの。クッソ美人なんじゃそりゃ。クッソ美人ってのは腹立つんだよ。腹立つ。なんでかっていうと手の届くところにいそうなのにこうなんかすごい高い壁があってなんかいいよってもうなんか全部弾かれる。クソ美人だよ。だってさそれはさ美人だったらさあのね俺のこと構ってくれりゃさ笑顔で美人って言えるけど構ってくんなったらクソ美人だよね。これ番組の中でいいよって感じなんだけどこれはもうツイキャスとかねユーストで見てる人のためだけのここはサービストークですから僕はね。今日の沖縄もいろいろありました。今日の沖縄いろいろあってよくわかんないんだよね。だからね今日何があったんだろう。今日は、うん、それより何より沖縄っていうかね地震だよね地震、うん、地震ですよ地震。今日はね震度6弱あそんなに、ね、だったんだ、うん、そうだから連発して起きたから俺もねあの手元にあるねあの地震のアラートっていうかな地震情報が震度3で表示されてたんだけどそれは3度目ぐらいの余震だったらしくて、うん、本当は最初本震はね震度6弱だったそうで恐ろしいけど、ね、なんか沖縄の人ね地震慣れしてないからね慣れって言っちゃちょっとあれだけどね鳥取地震の本震は震度6弱でしたねびっくり。でもあのこれは報道番組じゃないんでねそれはまたあの後でね俺とあのゆかりろうの個人的な飲みキャスで配信するかもしれません。飲みキャスで配信するかもしれないです。橋さん飯食わせろっていつものいつものネタだ。
はい、マイク入れますよ。はい、はい、そういうわけでお届けいたしました曲は革命デュアリズムでした。なんだっけ、結構年取ってるのに若く見える人と、それと結構年取ってるのに若く見える人のねデュエットソングでしたけれども ね、なんか片っぽ紐着てて片っぽなんか白いぐるぐる巻きだっけ、違ったっけ、プロモーションビデオ。あ、覚えてないです、うん、ちょっと待って、ちょっとゆかりおさん水木奈々のファンじゃなかったの？大好きですよ。なんでプロモーションビデオ覚えてないの、これの。これは覚えてないですね。これどっちかが白でどっちかが黒だったよね。なんかそんな気もしますけど。ちょっと待ってよ。来たわこれ、来たこれ。うん、まあそんな感じですけれどもね、はい、まあ来週のね番組はこの番組ね FM イノワンの、クールジャパン沖縄、アニマニティのクールジャパン沖縄ですけれどもね、来週はなんかゆかりろさんがちょっとお休みということなんですけども、はい、なんでお休みなのかな。来週ちょうど今日、来週の今日ですね、金曜日はセブンスヘブンコザという沖縄市にあるライブハウスにてゆかりろ面々バンドマイナス1っていうバンドがねライブを行います。はい、はい、で私歌っちゃうのでちょっと来れないという。歌ったり脱いだり、なんか脱ぐかもね、手袋を脱ぐとか、うん、靴下脱ぐとか。酔っ払ったら周りが女性しかいないと、はい、脱いだりキスしたりとかするあれじゃなくて。それではないですね。私は違います。ミムコは分からない。だからなんかそこで名前出すか、おい俺避けてんのちょっと待ってよ。ね、まあ、ゆかりろめんめんマントってことなんです。マイナスワンっていうのはなんでマイナスワンなのかな。その日にね、出れないベーシストがいて。ちょっとベース抜き、ギタリスト2人いるんですよ、うん、それで、うん、ギタリスト2人のうち1人ベースお願いしてって感じで、うん、マイナス1です。俺だったらもうエフェクターでオクターバーでねギターの音ベースの音に下げてね、あやっちゃうけどね、うん、いやこれでもね私もいろいろ楽器やってるんですよ。おかしいよね、俺ドラムとベースやってるはずなのにさ、なんでバンドやるとさ、うん、俺ボーカルかギターなのね、なんででしょう、よくわかんないよね。あるある、バンドあるある。生まれて初めていじった楽器はキーボードなんだよね、うん、でもで初めて入ったバンドでドラム叩かせられて、うん、そのドラムがこれ初歩の初歩だからって言って叩かされられた曲が、まあ、バンドなんだけど、エマーソン・レイク&パーマーって知ってる？わかんないです。ELP、くっそ難しいバンドなんだよ。4拍子5拍子が代わり番号に来るとんでもない曲で、タルカスって曲なんだけど、それ俺生まれて初めて叩いたドラムだから、うん、未だにねスレイヤーとかねメガデスとかのねめちゃくちゃ速い曲で、はい、全然俺叩けんの。おもう全然ダメなんで。でそれでそのライブなんですけれども、はい、ライブの詳細、ライブの詳細ですね、うん、例えば何時からとか、セブンスヘブンだけじゃ分かんない、セブンスヘブンに行くためには車どこに止めてくださいとか、音市場の駐車場に止めてくださいとか、ミュージックタウンか、ミュージックタウンの駐車場に止めてくださいとか、向かい側にあるね、はい、なんだっけ、有料駐車場に止めてくださいとかさ、はい、なんかないの。全部俺が言ってる。まずですね、まず10月28日金曜日、オープンがですね19時30分夜の7時半です。スタートが、8時半、20時30分です。で、チケット前売り1500円、当日2000円です。で会場セブンスヘブンのお問い合わせなんですけど、電話番号が 098-982-1987 です。あと、まあ、ホームページはセブンスヘブン講座で入力すると検索引っかかりますんでね、ホームページの方から、Eメールなどでも大丈夫です。で出演バンドなんですけれども、KSB4ザ・ヨーリーズ、ゆかりろ面々バンドマイナスワン、ファンキーデイ&モアということで、はい、4つとプラス なんかですね、誰かね、うん、で私もねこのヨーリーズは知ってるんですけど、後が分かんなくって、どんな曲やるのか分かんないんですよ。
で、ゆかりろめんめんバンドは基本アニソンです。アニソン水木奈々ソングをやるんですけれども、ザ・ヨーリーズがですね、なんだっけ、ドアスレ、えそれよりさ、今さ、ちょうどさチケットの話題が出たけど、はい、前売りと、ね、当日の今値段言ったけどさ、はい、前売り券はどうやれば手に入るんですか？前売り券は、まあ、セブンセブン講座に、まあ、お問い合わせ、もしくは、ゆかりろうにツイッター DM とかくれると、リプとかでも大丈夫です。ツイッターでカタカナでゆかりろを検索して、はい、ゆかりろに、前売りこっそり買うからくれよみたいな、ね、割引くれよとかお取り置きしてくださいとか言ってくれた、お願いすればお取り置きとか、そんな感じかな。そうですね、はい、そういうこともできます。宅配はやってないですか？宅配はやってないですね、ちょっとバタバタなんで。はい、わかりました、はい、で、その何、他のバンドでわかるのはヨーリーズっていうのが分かるわけ？そうですね、ヨーリーズはね、フットサルとかやってる方々。いや、それバンドじゃないよ、音楽活動じゃないし。フットサルは違う。そうなんですけど、違う。なんだっけ、ブルーハーツだ、ブルーハーツとかのカバーとかよくやってて、うん、で、もう超ノリノリなパンクロックな、ビートパンクなの感じですね。まあ、オリジナルと呼べるヨリジナルっていうのがあるんですけど、そういうのもやったりするかもしれません。じゃあアニソンバンド一つだ、一組だけの可能性ありなわけ？そうですね、はい、もう次ちょっとさ、俺にちょっとさ、はい、言ってくれれば組むから。あ、わかりました。ちょっとこれ業務連絡だけどね、はい。ちょっとそういうわけで CM 入ります。 CM どうぞ。アニソンバンドはね、セブンセブンでは多分今までほぼ入ったことがないんじゃない。アニソンを何曲かやってるバンドは入ったことある、うん、その時に俺行ってるから、あ、呼ばれて、あれだね、一昨年のカウントダウン。うーん、あ、じゃあ私はいないか、いなかった。東京に行ってる時、一昨年のカウントダウンに行って、そこで目星バンドに全部声かけて、うん、ほとんどのバンド、ほとんどのバンドっていうか、目星いいバンドにはいいバンド手こ入れして一本立ちさせたんだけど、バンドって売れるとね、すぐ分解するんだよね。なんでですかね。ね、ね、本当に。なんかの取り合いが始まるんだろうね、お金じゃない何かも。何かがね。はい、始まります。5秒前。はい、そういうわけで、後半戦の方行きたいと思います。はい、アニマー兄貴とゆかりろお姉さん、逆だ、ゆかりろお姉さんとアニマー兄貴のクールジャパン沖縄です。お届けしています。そういうわけでね、メッセージのいろいろいただいています。そういうわけでどれから読もうか。橋さん、どうもはじめまして、こんばんは。飯食わせろ、知らないよ。わかんないよ。橋さんはね、うん、これお友達、知り合い？そうです、ショールーム あのリスナーさんで、うん、ゆかりろ東京ライブもブッキングしてくださった方なんですけれども、うん、じゃあ俺に言わないで、ちゃんと当て金を書いてほしいよね。ゆかりろ飯食わせろって書いてくんないとね。俺もこの間ショールームでこの名前見たから、まず真っ先に読んだんだけどね。ブッキングしてくれた人でしょ、ね、ね、あなたが来なくてどうするのってね、ちゃんと全部覚えてますね。結構私覚えてるんですこれね。他にはね、海事大理士的中くん、スタジオは2階とか、ライブ、それから、来週は現場からゆかりろ姉さんの生中継出演をお願いします。無理だと思います。うん、無理。個人的にね、ツイキャスとかユーストが出るかもしれませんけどね、よくわかりません。スタジオは2階、それはね、企業秘密なんでね、できればね、住所を、FM 技能のホームページのね、住所を見てくれれば何階にあるか書いてありますから、よろしくお願いします。はい、それから、暗黒竜シボンさんから、これから夜勤です、ライブ頑張ってください、ゆかりろさん、ね。ゆかりろがひらがなになってるよ。ありがとうございます。これ、カタカナですからね。そう、ゆかりろはカタカナですね、うん、カタカナ。でもなんかあれだよね、自分のなんか俺調べたらさ、はい、なんだっけ、どっかショールームだかツイキャスだかの名前がゆかりろがひらがなになってたよ、どっか。あ、そうなんだ。なんだろう、なんだろう、忘れた。まあ、これまた気がついたら教えるわ。はい、それからね、アニタドールさんから、メッセージ、マーソンすげえですね、すごくないです、騙されただけです。若いからスタミナあったからね、やっぱこ、それがね、高校2年生の時
うん、バンドやれって言われてね、いきなりむちゃくちゃ難しい、もうプログレッシブロックを戦わされてたんだけど、はい、それまでロックを知らなかったから、それだけで洗脳されたから、あのプログレッシブロックってこういう難しいものはロックだと思ったから。ああ、なるほどね。だからベースとかドラムがめちゃくちゃ、ね、はい、レベル高いところから始めたから、うん、そうすると後がねやりやすいですね。いや、そうでもない、そうでもないあの、ね、逆にね、変拍子は叩けるんだけど、うん、リズムキープでずっとロックンロールみたいな、なんていうの、わかる、わかります、わかります、ダッツ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 、これをずっと繰り返してるのがおかず入れたくなるの。あー、なんかそれわかりますね同じ繰り返しがね、結構ね、辛いんですね。橋さんからもう一つね、ゆかりのライブいつですか、それさっきも言いましたけど、また最後にね、もう一回ちゃんともう一回後でね、ちらっと 言ってもいただきましょう。え、それから沖縄大好きフェアリンチュ、沖縄大好きさんいらっしゃい、これはこれもはい、これもリスナーさんですね。リスナー、あの、いやだから俺のリスナーさんなのか、この番組のリスナーさんなのか、ゆかりろさんのショールームのリスナーさんなのか。ショールームっていうのはね、あのインターネットのね、あの、うんうん、動画配信サイトがあってね、ゆかりろさんそこでね、あの結構ね、毎日酔っ払った勢いでやってますからね、はい、結構ね、この沖縄大好きさんはあの他のあのなんていうのかな、ラジオ、例えば、うん、まあ沖ラジとかもよく聞いてらっしゃったりして、うん、はい、ぜひ FM 宜野湾もね、いろいろいろんな番組あるんで、ぜひぜひ聞いてくださいね。まあね、FM 宜野湾の場合はね、あのこの ゴールデンタイム、ゴールデン曜日のゴールデンタイムね、午後8時から、ね、30分だけですけれどもね、もうあと残り時間5分しかないんだけどさ、早っ、コメント読むだけで、誰もいたから1曲かけたくないんだよ、俺。あ、FM 宜野湾のリスナーでもあるっすって、おー、イエイ、星ついてるもんね。まあそんなこと言ってもね、あの音で聞いてる人にはね、地上波で聞いてる人にはわからないんで、地上波にの人にわかるようにね、よろしくお願いしますね。はい、画面が主体ではないので、はい、それとね、もう一つね、僕のね、アニマ兄貴の一押しのね、平葵ちゃんっていうね、はい、今高校3年生、高校3年生なんですけれども、高校3年生なんですけれども、平葵さんのね、平葵さんの他に水木さんっていうのと、それから CS5FI、サラ、上原達夫、サウンドスポット、多分ね、みんなね、これ10代だと思うんですけどね、モッツプレゼンツのライブがございます。これはね、来週の10月25日火曜日、茶壇のね、三浜のライブハウスモッツの方で、午後6時開場、午後7時スタートということでね、ライブチャージの方が2000円ということになってますけども、平葵ちゃんはね、なんて言うんでしょう、昔のね、ポップコーンってわかる、ヤマハポップコーンって、さだまさしとか、それからなんだっけ、アラジンとかがデビューした、まあ、登竜門なんですけどね、昭和の時代のね、はい、でそれのが今名前変わって、今いろんなこと、いろんな名前になってやってるんですけども、それのね、九州沖縄地区のね、去年グランプリ取った女の子で、まあ、一応実力としては今一応要するに全国的に認められてる、あの弾き語りのね、シンガーとしては今、まあ年齢関係なくちょっと、1位という感じの評価を得ている子なんでね、平葵さん、あの興味あったらね、平たい平にね、葵っていう一文字ね、あの植物の葵ね、平葵さんでね、ツイッターとかでも検索してくれればありがたいと思います。そういうわけで、ね、残り時間ね、3分になってしまいました。来週のもう一回予定を来週、10月28日金曜日はゆかりろセブンスヘブン講座にてライブがあります。ぜひぜひ、そちらの方にも駆けつけてほしいんですけれども、ラジオの方も聞いてほしいですね。え、何ラジオ、別にいいよで時間かぶってんだよね、思いっきりね。そうなんですよ、ただ出演時間がちょっとまだ出てないので、出演時間など細かいことは、ゆかりろのツイッターを、参考にしていただけたらと思います。できるだけ、早く情報を流したいと思います。うん、で、はい、そんな感じです。そんな感じで、ね、俺の方はね、来週はね、あれですね、来週はまた、沖縄のね、沖縄でやる、来年やるものすごい大きいイベントのね、ちょっと会議とかいろいろあったりとかするんですけれども、でも、はい、それはね、1日で終わるんですね。全部同じ日にあるんです、来週。ああ、同じ日にあるわけ、来週火曜日に全部詰まってて、うん、
それ以外も月曜日、うん、まあ、日曜日もだね、日月火曜日が忙しくて水木金曜日もラジオあるまで何もやることありません、はい、暇です何もしてませんから、私普段何もしてませんからね、暇ですからもうとにかくお願いします。誰か茶飲み友達になってくれないとね、気狂ってちょっとねおかしくなるんで、ね、ちょっとお願いします、お願いです。皆さん、このままだと大変なことになりますんでね、大変な事件を起こす前に私が茶飲み友達になれとか言ってね、熱いお茶をねポットに入れてね、人にかける通り魔とかに私が返信する前にね、誰か茶飲み友達でまたがってくれればいいなと思ってます。残り時間まだ1分あるねちょっとね、ゆかりのさんライブ告知って早すぎた。あ、そう、早すぎた、早すぎた、早すぎた。来週はじゃあ兄貴は、ヘッドスパ行かないんですかね。ヘッドスパ、ヘッドスパ今週行ったからね、一応今10日に一遍、なるほどね、行くようにしてます。前はね毎週行ってたんだけど、うん、毎週はちょっとやめた方がいいって言うんで、うん、で今10日間隔で10日に一遍、ヘッドスパ行って、うん、で10日に一遍、シャンプー&トリートメントブローをやってもらってます。すごいね、アニマンさんのね髪の毛サラッサラで、この間よりサラサラだよ、今日やったから。あとで匂い嗅がせてあげるか、触らせてあげるか。そういうわけでね、ツイキャスの方でね、メッセージいただきました。さゆりーさん、さゆりりーさん。さゆりりーちゃん、ありがとう。さゆりりーちゃん、ギリギリ聞けてよかった。はい、ありがとうございます。またね、近いうちに会えればね、会いたいと思います。それより何よりね、さゆりりーさんはね、この番組にね、近いうちにゲストとして出演していただく予定なんでね、さゆりりーさんに興味ある人は、さゆりりーで、検索したら出てくるのかな、よくわかりません。そういうわけでね、この辺で、アニマン兄貴と、ゆかりろ姉さんの、クールジャパン沖縄、この辺で。それでは、また来週、まったろー。はぁ、あっという間ですね。早い早い。マシンガントークよ。あ、今日あれ使う、ちょっとアニソンマーチの方から。ああ、全然大丈夫です。はい。